エドガー・アラン・ポー作、群衆の人、佐々木直次郎役。あるドイツの書物について、それはそれ自身の読まれることを許さぬと言ったのはもっともである。それ自身の語られることを許さぬ秘密というものがある。人々は夜ごとにその寝床の中で懺悔長文僧の手を握りしめ、悲しげにその目を眺めながら死ぬ。漏らされようとはしない秘密の恐ろしさのために、心は絶望に満たされ、喉を引きつらせながら死ぬ。ああ、折々人の良心は重い恐怖の荷を負わされ、それはただ墓穴の中へ投げ下ろすより他にどうにもできないのだ。こうしてあらゆる罪悪の生髄は現れずに済むのである。あまり以前のことではない。ある秋の日の黄昏近くの頃、私はロンドンのリーコーヒーハウスの大きな弓形張り出しのところに腰を下ろしていた。それまで数ヶ月の間、私は健康を害していたのだが、その時はもう回復期に向かっていた。そして体の力が戻ってきて、アンニュイとはまるで正反対のあの幸福な気分。知力は電気をかけられたように、あたかもかのライプニッツの率直にして明快な理論が、ゴージアスの境遇にして薄弱な習字学を凌駕するごとく、はるかにその日常の状態を凌駕するといったような、最も鋭敏な私欲に満ちた気分になっているのであった。単に呼吸することだけでも享楽であった。そして私は、普通なら当然苦痛のもとになりそうな多くのことからでさえ積極的な快感を得た。あらゆるものに穏やかな、しかし好奇心に満ちた興味を感じた。シガーを口にし、新聞紙を膝に乗せながら、あるいは広告を見つめたり、時には部屋の中の雑然たる人々を観察したり、あるいはまた煙で曇った窓ガラスを通して街路を打ち眺めたりして、私はその午後の大部分を楽しんでいたのであった。この町は市の主要な大通りの一つで、一日中非常に雑踏して空いた。しかし辺りが暗くなるにつれて、群衆は刻一刻と増してきて、街灯がすっかり灯る頃には、二つの折り合った途切れることのない人間の潮流が戸の外をしきりに流れていた。夕刻のこういう特別な時刻に、これに似たような場所にいたことがそれまでに一度もなかったので、この人間の頭の騒然たる海は私の心を愉快な神奇な情緒で満たしたのであった。ついには店のうちのことに注意することはすっかりやめて、戸外の光景を眺めるのに夢中になってしまった。はじめのうちは、私の観察は抽象的な気轄的な方向をとっていた。通行人を集団として眺め、彼らをその集合的関係で考えるだけであった。しかしやがてだんだん詳細な点に入ってゆき、
姿、服装、態度、歩きぶり、顔つき、容貌の表情などの無数の変化を精密な眼光を持って注視するようになった。通り過ぎてゆく人々の大部分は満足した事務的な風采をしていて、ただ人混みを押し分けて進んでゆくことだけしか考えていないように見える。彼らは眉を潜め、目をくるくると回す。そばを通る人にぶつかられても少しもイライラしたような様子を見せず、ただ身なりを直して急いで歩いてゆくのだ。他の連中はこれもなかなかたくさんいるが、動作がせかせかしていて顔をほてらせ、周囲の人がひどく混んでいるので、そのために孤独を感じているかのように独り言を言い、一人で身振りをする。自分の道を邪魔されるとこの連中は急につぶやくのをやめて、その代わりに身振りの方をいよいよ盛んにし、そして唇にはぼんやりしたような大げさな微笑を浮かべながら、邪魔をしている人間が通り過ぎるのを待っている。突き当たられるとその突き当たったものにむやみにお辞儀をし、いかにも倒幕しきったような顔をする。この二つの大きな階級については今まで記したこと以上に特にはっきりしたところは何もない。彼らの服装はまさに端正と名付けられるべきものに属している。彼らは疑いもなく貴族、大商人、弁護士、小売商人、株式仲買人、上流社会の者や社会の俗人、肝心や自分自身の仕事に忙しく携わり、自己の責任のもとに業務を行う連中である。彼らは大して私の注意を引き起こさなかった。商店や会社の事務員といった連中は一目瞭然たるものであった。そしてそれに私は二つの著しい区別を見分けた。いかがわしい商店などの若い事務員、きちんとあった上着をつけ、磨き上げた長靴を履き、髪を油でテカテカ光らせ、横柄な唇をした若い紳士たちがたくさんいる。なんとなく動作の端っこいこと、それを他にもっと良い言葉がないので、事務机風と名付けてもいいが、それを除いてはこれらの人々の身だしなみは約12ヶ月ないし18ヶ月前にはこの上なく上品であったものの正確な模写であるように私には思われた。彼らは上流階級の打ち捨てた流行を身につけていた。そしてこれがこの階級の最上の定義を含んでいるのだと私は信ずる。信用ある商館の上の方の事務員、すなわちよなれたしっかり者といった方も間違うはずはなかった。楽に座れるように仕立てた黒または茶色の上着とズボン、白のクラバットとチョッキ、広い丈夫そうに見える靴、厚い靴下とゲートルなどでそれとわかるのだ。彼らはみんな頭が少しばかりはげていて、右の耳は長年ペンを挟むのに使ったので頭から離れて突き出ているという奇妙な癖がついている。彼らがいつも両手で帽子を脱いだりかぶったりすること、がっしりした
古風な型の短い金鎖のついた懐中時計を持っていることなども私は見て取った。彼らの気取りといえば対面を存じないということであった。もしそういう立派な気取りというものが実際あるならだ、威勢の良い面構えをした人間もたくさんいたが、これはあらゆる大都会に横行しているあの洒落たスリや輩に属する連中だということが、私にはたやすく分かった。私はこれらの手合いをよく詮索するように気をつけてみた。そして一体どうして紳士たちがこいつらを本物の紳士と間違えるのか想像しかねた。袖口がひどく膨れていることや、嫌に何の服装もなさそうな様子をしていることで、すぐ怪しいと気づかれるはずなのだ。賭博者どもも少なからず見つけたが、これはもっとたやすく見分けがつく。彼らはビロードの直旗に変わり模様のネッカチーフ、メッキの鎖に金銀細工のボタンという、まさにイカサマペテン師風の服装から、剣技のかかりやすくないこれに及ぶものなしという物がたく飾らない牧師の服装に至るまで、あらゆる種類の服装を身につけていた。それでもこの連中はみんな酒浸りのために黒ずんだ顔色、ぼんやりした朦朧たる目、固く結んだ青い唇などで区別がつくのだ。その上、私がいつでも彼らを看破することのできる特性は他にもう2つある。話をする声の調子の用心深く低いことと、親指を他の指と直角をなす方向に普通以上に広げることだ。こういうイカサマ師どもと一緒に習慣は幾分意にしているが、やはり一つ穴のムジナといったような種の連中を私はしばしば認めた。これは詳細を聞かしてごまかして暮らしを立てる方々と定義してもよかろう。彼らは二つの隊に分かれて講習を餌食にしているように思われる。すなわちダンディーの隊と軍人の態度だ。前者ではその主な特徴は長い巻き毛と微笑とであり、後者では肋骨ボタンをつけた上着としかめ面である。上品と名付けられているものの階段を下って、私はもっと暗くもっと深い考察の題目を見出した。顔の他のところはみんなただ卑劣な謙遜の表情だけを表しているのに、目ばかりが鷹のように光っているユダヤ人の行商人たち、ただ絶望のためにやむなく夜の闇の中に恵みを請っているまだ太刀のいい物乞いに、苦い顔を見せる体格のがっしりした職業的な物乞いども、確かにもう死神の手の中にありながら、それでも何か思いがけない慰め、何かの失った望みを探し求めでもするかのように、一人一人の顔を哀願するように眺めながら、群衆の中をとぼとぼとよろめき歩いてゆく弱々しい青ざめた病人たち。長時間の遅くまでの労働から何の喜びもない家庭へと帰ってゆく内気な若い娘たち。彼女たちはゴロツキどものじろりと見る目に憤って見返すよりも涙ぐんで身を縮め、そいつらに直に触れられてさえ避けることができないのだ。またあらゆる種類、
あらゆる年齢の地獄。表面はパロス島の大理石で、内部はお仏で満たされているかのリューシアンの彫像を思わせるような女盛りの正真正銘の美人。ボロを着た胸の悪くなるような、もう全くダメな、分け替えようとする最後の努力をして、宝石をつけ粉をゴテゴテと塗り立てている、シワの寄ったの、まだ格好も十分ついていないほんの子供のくせに、長い間の付き合いでその道の恐るべきコケットリーもすっかり上手になっていて、悪行では姉さんたちと肩を並べようという激しい野心に燃えているのなど、また数えきれぬほどいる何とも言えない酔っ払いども、ボロ切れを着て顔に傷をつけ、どんよりした目をして、ろれつの回らぬ舌でしゃべりながらよろめいてゆくもの。汚れてはいるが破れておらぬ着物を着て、肉欲的な熱い唇、丈夫そうな旦那顔をして、少しふらつきながらも肩で風を切ってゆく者たち。かつて以前は上等の地であったもので、今もなお念入りに十分ブラシをかけた着物を着ている連中。不自然なくらいしっかりした軽快な足取りで歩いているが、その顔色はすごいまでに青ざめ、目は恐ろしく血走って赤く、群衆の中を大股に歩きながら、手に当たるものは何でもみんな震える指でつかみかかるものども。以上のような連中のほかに、売り、二荷つぎ、石炭運搬人夫、煙突掃除人、それからオルガン弾き、猿回しに、歌う者と呼び売りする者とが組になっている小唄の読み売り人、ボロを着た職人たちや、あらゆる種類の疲れ切った労働者たち、そしてすべてが想像しく乱雑に躍動していて、それが耳にやかましい音を立て、目にうずくような感覚を与えるのだった。夜が深くなるにつれ、私にはこのシーンの興味もますます深くなってきた。というのは、群衆の一般的性質が著しく変わってきた。穏やかな方の人々が次第に引き上げてゆくとともに、おとなしい趣がなくなり、夜更けがあらゆる種類の宿営をその洞穴から押し出すにつれて、そやな方の趣が前より一層無遠慮にはっきりと浮き上がってきたのだ。ためばかりではなく、最初陰ってゆく日陰と争っている時には弱々しかったガス灯の光線が、今やついに優勢となって、あらゆるものの上に三千たるちらちらする光を投げかけたからである。すべては黒く、しかし散乱としていた。その光の強烈な効果は、私をして嫌おうなしに一人一人の要望の吟味をさせた。そして窓の前を通り過ぎる光の世界が迅速なために、個々の顔に一別以上を投ずることはできなかったが、それでもその時の私の特殊な心の状態では、その一別の短い間にさえしばしば長い年月の物語を読み取ることができるように思われるのであった。額をガラスにくっつけて、こうして一心に群衆を詳しく見ているうちに、突然一つの顔、65か70くらいの老人の顔、
が現れてきたが、その顔は表情が全く得意なものであったので、たちまちに私の注意をことごとく引きつけ、吸い込んでしまったのだ。その表情にかすかにでも似たようなものは、それまでに私は一度も見たことがなかった。それを見たとき最初に考えたことが、もしレッチがこれを見ていたなら、自分の描いた悪魔の化身よりもずっとこの方を好んだろうということであったことを私はよく覚えている。最初の注視の短い一瞬間にその表情の伝える意味を分析しようと努めた時、私の心の中には用心の、臨職の、貪欲の、冷淡の、悪意の、残忍の、勝利の、歓喜の、極端な恐怖の、強烈な、無常の絶望の、広大な精神力の諸観念が、雑然とかつ逆説的に湧き上がったのである。私は奇妙に目が覚め、愕然とし、見せられたようになったのを感じた。どんな奇怪な経歴があの胸に書いてあるんだろう。と思わず私は独り言を言った。それからその男を見失わないようにしよう。その男のことをもっと知りたい。という激しい欲望が起こった。大急ぎでオーパーコートを着、帽子とステッキとをつかむと、私は街路へ飛び出して、その男の行くのを見た方向へと群衆を押し分けた。というのは、その時彼はもう見えなくなっていたからだ。多少骨を折って、ようやく私はその姿の見えるところまで来て、その男に近づいて行き、そしてぴったりと、しかし彼の注意を引かないように用心しながら、その後をつけていった。私は今やその男の風采を十分吟味する機会を得た。彼は背が低く、甚だ痩せていて、見たところ非常に弱々しそうであった。着物はだいたい汚くてボロボロであった。が折々彼が強くギラギラする頭皮の当たっているところへ来るとき、私はそのリンネルの衣服が汚れてはいるが美しい地のものであることを見て取った。そしてもし私の目の誤りでなければ、彼のまとうているきっちりとボタンをかけた、明らかに古物らしいロックロールの裂け目から一個のダイヤモンドと一振りの短刀等をちらりと見かけたのだ。こういうことを目に留めたので、私の好奇心はますます高まり、この見知らぬ男がどこへ行こうと、その後をつけようと決心した。もうその時はすっかり夜になっていて、濃いじっとりした霧がこの都会の上にかかっていたが、それがやがて本降りの大雨となった。この天候の変化は群衆に奇妙な影響を与えて、群衆全体はたちまち新しい動揺を起こして、無数の雨傘に覆われてしまった。波打つようなざわめき、押し合いへし合い、ガヤガヤ言うやかましい音は、十倍も激しくなった。私自身はといえば、大してこの雨を気にかけなかった。体の中には、まだ以前の熱が潜んでいて、それが湿りを多少危険すぎるくらいに心地よいものにしたのだ。口の周りに
ハンカチをくくりつけて、私は歩み続けた。半時間ばかりの間、老人はこの大通りをかろうじて押し分けて進んでいった。そして私は彼を見失いはしまいかと恐れて、ここではぴったり彼にくっつくくらいにして歩いていた。一度も頭を振り向けて後ろを見なかったので、彼は私に気づかなかった。やがて彼はある横通りへと入っていったが、そこはやはり人でいっぱいではあるが、今まで通ってきた本通りほどひどく混み合ってはいなかった。ここへ来ると彼の様子は明らかに変化した。彼は今までよりもゆっくりと、また目当てもなさそうに、もっとためらいがちに歩いていった。見たところ何の目的もなさそうに、幾度も幾度も道を横切った。そして雑踏はやはりなかなかひどいので、そういう時には必ず私は彼にぴったりとついていかねばならなかった。その町は狭くて長い通りで、それを歩くのに彼はほとんど1時間近くかかったが、その間に通行人は次第に減って、通常公園の近くのブロードウェイで昼ごろ歩いている人の数ほどになった。ロンドンの人口とアメリカの最も繁華な都会の人口とにはそれほど大きな相違があるのだ。もう一度道を曲がると、私たちは高校と明かりがついていて、楽器のあふれているある辻広場へ出た。すると見知らぬ男のもとの態度が再び現れた。顎は胸のところへ落ち、目はそのしかめた眉の下から彼を取り巻いた人々に向かって、あらゆる方向に激しくぐるぐる回った。彼は絶えず根気よく道を急いだ。しかしその辻広場を一巡りすると、ぐるりと回って元来た道へ引き返すのを見て、私は驚いた。もっとびっくりしたことには、彼はその同じ歩みを数回も繰り返すのだった。そのうち一度は突然ぐるりと回った時に、もう少しで私を見つけるところだった。こうして歩くのにまた1時間を費やしたが、その終わりには最初とは通行人に道を妨げられることがはるかに少なくなった。雨は小雨なく降っていた。空気は冷え冷えしてきた。そして人々は家路へと帰って行くのであった。イライラした身振りをして、このさすらい人は割合人気の少ない裏通りへ入っていった。4分の1マイルほどあるこの通りを、彼はそんなに年を取った人間には全く思いもよらない敏捷さで駆け寄り、追っかけるのに私は非常に難儀をしたほどであった。数分の後、私たちはある大きい賑やかな観光庁へやってきたが、この場所はその男のよく知っているところらしく、ここでは大勢の買い手や売り手の間を何の目的もなくあちこちと押し分けて歩いているときに、再び彼の元の態度が現れたのであった。この場所で過ごしたかれこれ1時間半ばかりの間、彼に気づかれないようにしてその近くにいるのは、
私の方で随分用心を要することであった。幸いに私は男性ゴムのオーバーシューズを履いていたので、少しも音を立てないで歩き回ることができた。一度も彼は私が見張っているのに気がつかなかった。彼は店から店へと入り、別に値段を聞くでもなく、一言も口を聞くでもなく、びっくりしたようなポカンとした目つきで、あらゆる品物を眺めているのだ。私はもう彼の振る舞いにすっかり驚いて、この男についていくらか納得できるまでは決して離れないでおこうと固く決心した。高くなる時計が11時を打ち、そこにいる人々はぞろぞろと観光場から出て行った。ある店の主人が鎧戸を閉める時に老人に突き当たったが、その瞬間強い旋律が彼の体中を走るのを私は見た。彼は急いで町へ出て、ちょっとの間不安げに自分の周りを見回し、それから信じられぬような速さで曲がりくねった人通りのない道をいくつも走り抜けて、もう一度私たちは出発点のあの大通り、あのリーホテルの町に現れた。しかしその町はもう前と同じ光景ではなかった。そこはやはりガス灯で光光と輝いていた。が雨は土砂降りに降り、人影はほとんど見えなかった。見知らぬ男は青くなった。彼はむっつりして、さっきはにぎやかだったその大通りを数歩足を運んだが、それから深いため息を漏らしながら川の方向へと足を向け、種々さまざまなうねりくねった道をまっしぐらに進んで、ついにある大劇場の見えるところへ出てきた。ちょうど芝居の跳ねた時で、観客は出口からどっとなだれ出てくるところであった。私は老人がその群衆の中に身を投じている間、息をしようとするかのようにあえぐのを見た。が彼の要望に現れていた強い苦悶はいくらか薄らいでいるように思った。彼の頭はまた胸のところへ落ちた。私が初めに見た時のような様子になった。見知らぬ男は立ち止まり、ちょっとの間深く思案にふけっているようであった。それから非常に興奮したような様子をして、一つの道をずんずんたどっていったが、その道はこれまで歩き回ってきたところとは全く違った地域の死の外れへと私たちを連れていった。それはロンドン中でも最も気味の悪い区域で、そこではあらゆるものが最も悲惨な貧弱の、また最も恐ろしい犯罪の最悪の刻印を押されていた。思いがけない街灯の薄暗い光で、高い古びた虫の食った木造の長屋が、その間の道の見分けがたいくらい思い思いのいろいろな方向へ倒れそうにぐらついているのが見えた。小石は生い茂った草のためにその道床から押しのけられてでたらめにゴロゴロしていた。恐るべき汚物が詰まった溝の中で臭気ふんふんとして腐っていた。大気全体が荒廃の木に満ち満ちていた。それでも私たちが進むにつれ、
人の世の音が次第にはっきりとよみがえってきて、ついにはロンドンの住民の中でも最も無頼な連中が大勢あちこちとよろめき歩いているのが見えるようになった。老人の元気は消えかかろうとする明かりのように再びゆらゆらと燃え上がった。もう一度彼は活発な歩きぶりで大股に進んでいった。突然町の角を曲がると赤々たる光がパッと目に差し、私たちはあの大きなバスへの宝珠の殿堂、悪魔人種の宮殿の一つの前に立っているのであった。その時はもう暁に近かったが、まだ幾人かの浅ましい泥酔感がそのケバケバしい入り口を押し合いながら出たり入ったりしていた。半ば叫ぶような喜びの声を上げて老人はその中へ押し入り、たちまち以前の態度に帰って、何も明らかな目当てもなく人混みの中をあちらこちら歩き回った。しかし長くこうしていないうちに戸口の方へどっと人が押し寄せてゆくので、そこの主人が夜の戸締まりをしているのだということが分かった。その時私がそれまでそんなに辛抱強く見張ってきたその奇怪な人物の要望に認めたものは、絶望などというものよりももっと強烈な何かであった。それでも彼は歩き回ることをやめずに、狂気じみた元気で直ちに歩を返して大ロンドンの中心へと向かった。長い間彼は早く走っていった。一方私は全く驚き果てながらも、今や心をすっかり奪われてしまうほどの興味を感じているこの詮索をやめまいと固く決心しながら、その後を追うてゆくのだった。私たちが進んでゆくうちに太陽は昇った。そしてもう一度この繁華な町のあの最も雑踏する商業中心地リーカンのある町へやってきた時には、その町は前の晩に見たのとほとんど劣らないくらいの混雑と活動との光景を呈していた。そしてここでも長い間刻一刻と増してくる雑踏の中に、私はなおもその見知らぬ男の追跡を続けた。しかし相変わらず彼はあちこちと歩き、終日その元号の巷から外へ出なかった。こうして二日目の黄昏の影が迫ってきた頃、私は死にそうなほど疲れ果ててしまい、この浮浪者の真正面に立ち止まってじっとその顔を眺めた。彼は私を気にも留めずにその重々しい歩みを続けた。そこで私は後をつけるのをやめてじっと黙想にふけった。この老人はと私はついに言った。凶悪な犯罪の象徴であり権化であるのだ。彼は一人でいることができない。彼は群衆の人なのだ。後をつけていっても無駄なことだろう。
これ以上私は彼についても彼の行為についても知ることはあるまいから。この世の最悪の心はおそらく神の大きなお慈悲の一つなのであろう。